はい、ということですね。それでは、後半なんですけれども、はい、今すぐできる改善項目ということでですね、はい、比較的簡単にできる、はい、できて、また効果の高いものをこれからちょっと簡単にですね、はい、紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんにぜひこれ、うん、もう全部できなくても何か自分でできるものだけでいいので、ぜひやっていただきたいんですけど、はい、そうですね。はい、まずですね、はい、第一に、白米ではなく、胚芽米。胚芽米。胚芽米。こちら。胚芽米ですね。いいですね。いい感じで。胚芽米。なんでかっていうと、胚芽の部分にビタミン、ミネラルがあるんですよ。これを取ってしまって、白米ってカロリーだけなんですよ。あ、そうですよね。そう。よく考えたら。で、できれば玄米とかだったら、その、外の殻の部分も全部なので、はい、食物繊維もたくさん取れるんですけど、うん、ちょっと硬いしやっぱり食べにくいので、そうですね、ちょっと癖もありますね。そうそうそう、だから玄米までは厳しいという方が多いと思うので、はい、胚芽米はすごく食べやすいんですよ、うん、もう、そうですね、ちょっと茶色いかなって思うけどもほとんど変わらないぐらいで食べられるので、それでね、栄養価が高ければそんなにほら無理してあれこれ食べなくても、そうですね、これでとりあえず取れるっていうね、うん、はい、利点がありますので、はい、もうできれば白米もどうしても白いの出ないと嫌っていうんではなく、胚芽米、せめて胚芽米していただきたい。玄米までいかなくても胚芽米ですね。で、あと発芽玄米とかもよく売ってますので、はい、あれだと本当にもう白米に混ぜたら全然わかんないですよね。あ、全くわかんない。そうなんですか、あれ、まだ試したことないんですよね。でもちょっと高いんですよ、続けるには高いですね。一番理想的かな、そういう点でも胚芽米おすすめしたいと思います。胚芽米いいですね、はい、で同じような感じで、まあ、はい、パンをもし買うときはですね、はい、全粒粉って言って、全粒粉、はい、全て、要するに麦全部捨てるとこなく入ってるものの全粒粉って言うんですけど、はい、これやっぱり胚芽の部分とかその外の殻の部分とか結局栄養のあるところを全部捨ててしまって、うん、精製された小麦っていうともうカロリーだけですよね、はい、お米もそうなんですけどカロリーだけなので、うん、結局それではやっぱ太るだけみたいな、ね、あ、そうですね、炭水化物でね、できれば、できればというかもうなかなかないんですけど、うん、売ってるの見かけたらもう、迷わずこれだ、全粒粉にでも出していただきたい。全粒粉覚えておきます、はい、あとパスタとかも最近ちょこちょこ全粒粉出てきてますんで、はい、あんまり見ないかもしれないんですけど、はい、もしあれば絶対そっちの方がいいよっていうのを頭に入れておいてほしいと思います、はい、そうですね、はい、全粒粉覚えておきます、はい、はい、あと小麦粉も、うん、全粒粉っていうの売ってますから、はい、まあ、若干割高なんですけど、うん、ね、医療費かけること考えたら、まあ、安いし、いいですね、うん、まあ、実際味はね慣れないと、まあ、茶色いし、うんうん、やっぱり白い方がいいって思うかもしれないんですけど、うん、やっぱりね本来の味っていうのは本当は人間は食べたら美味しく感じるんですけど、やっぱりあまりにも私たちね毒されているというか、うん、やっぱりそういったものかかけ離れたね、そうですね、うん、食生活してるのでやっぱり美味しくないって感じる方もいらっしゃるんですけど、はい、ぜひできればこれに慣れていただきたいと思ってます。はい、全粒粉、はい、ね、試してみたいと思います、はいはい、次、やっぱり肉より魚介類、はい、やっぱそうですか、はい、魚介類ですよ。お肉大好きなんですけど、ね、お肉ね、例えば週何回ぐらい食べます？どうだろう、でも結構食べると思います。もう5日は食べてると思います。うん、そしたら、できればね3日ぐらい減らして2日はお魚入れる、なるほど、ね、絶対何かしらご飯の中にお肉は絶対入れちゃいますので、ね、やっぱ3食あるからあれなんだけど、うん、まあ、メインの例えば夕食、ね、7日間で考えて、まあ、5回お肉を食べるってところを、はい、やっぱり4回か3回減らしてお魚入れていただくと、うん、それだけでも随分変わってきますよ、うん、蓄積されるとね、たまにだと甘かないけどそうコンスタントにそのぐらいの回数 1,2 回減らすだけでもだんだん変わってきます、はい、で特に脂肪肝って言われてるものになってる方とか、はい、あとコレステロール高いって言われてる方、うん、特にお魚のこの DHA、EPA、はい、よく聞くと思うんですけど、聞きますね、善玉コレステロール、はい、これって血管の中に
こう余分にくっついてるコレステロールを回収してきてくれるんですよ。だからお肉なんか食べ過ぎて血管にこびりついたコレステロールをお魚のこの DHA、EPA が回収してきてくれるんですね。いいでしょ。いいですね、はい、だからそこまで考えてなかった。ぜひこう魚介類、魚介類ですね、増やしていただきたいと思います、気をつけていきたいと思いますね、はい、だからあのね、外で外食する時も、はい、お肉物ばっかりではなくやっぱりお魚も、ね、まあ、お魚も取り入れて、そうそうそう、はい、気をつけていただきたいと思いますね。わ、はい、かりました、はい、次、はい、次お願いします、はい、こちら、はい、豆類、いいですね、それから海藻、うん、野菜、果物、何が取れるかというとこのビタミン、うん、ミネラル、食物繊維ですね。大事ですね、はい、もう現代人に不足しているものです。そうですよね、はい、特に豆類とかもあんまり食べなくないですか。食べないです ね、あんまり、もう気をつけないと、そうそう、忘れられてます。そうですよね。できれば大豆、うん、特にあの取り入れてほしいし、であの豆乳飲んでるから大丈夫っていうことではなくて、うん、豆類ってあのこの皮にね食物繊維が多いんですよ、はい、だからこの豆で食べることが大事なので、うん、あのまあとお豆腐でもいいんですけど、できればお豆腐、豆乳の他に大豆で、大豆、あるいは枝豆とか、うん、あるいはその小豆だったり、うん、何でもいいんですけどね、豆類、はい、大事ですね、ぜひ入れていただきたいし、うん、なんでかっていうとね、あの特にこれ生活習慣病が私中心なので、はい、あのコレステロールの高い方っていうのをよく見るので、うん、やっぱり食物繊維っていうのがさっき言ってたお魚のこの DHA っていうのが、はい、血管から余分なコレステロールを回収してくるんですけど、うん、コレステロールって本来体にはすごい必要なものなので、はい、体はリサイクルして使ってしまう機能があるんですよ、はい、だからせっかく回収してきてもリサイクルして使われちゃうんですよ、うん、だからこれを排泄に持っていきたいのね、はい、それをやってくれるのが食物繊維なんですよ。あ、だから回収してきたものを排泄に回す、うん、ここまでの作業がこの DHA と食物繊維の連動なんですね。うん、特にあのリンゴ、リンゴ、うん、リンゴすごくね、リンゴ1個毎日食べたらコレステロール下がってくるって言われるんですよ。そうなんですか、はい、リンゴの中の水溶性の食物繊維っていうのが、うん、特にこのコレステロールを抱え込んで排泄に向かわせてくれるんですね。だから血圧がもう高くなってしまっちゃってる方とか、あと脂肪肝の方、コレステロール値が高い、高脂血症の方、もうぜひリンゴですよ。リンゴ、魚とリンゴ、魚とリンゴ、ね、魚とリンゴで頑張って下げていただきたいと思います、はあ、なるほど、リンゴですね。そうです、お薬でコレステロール下げてる方いらっしゃると思うんですけど、はい、数値的には下がるんですよ、はい、どんな薬かというと多く出されているのがコレステロールって体内でも作ってるんですね、はい、すごく必要な栄養素 なので、うん、細胞膜の一つ一つはコレステロールが主成分なのですごく大事なんですよ、はい、だから体は作り出すので、この作り出すのを止めるんですよ、お薬で。怖いですよね、ある意味、ね、怖いですね、で数値が下がったって言って安心してるんですけど、血管にこびりついたコレステロールが下がってるわけではないので、これ薬を飲んで下がって安心するのではなくて、やっぱり食生活でしっかり血管をサラサラにしていくってことが一番大事なので、はい、魚介類、ビタミン、ミネラルの豊富な野菜、果物、海藻、豆類もしっかりとっていただきたいと思っています。そうですね、お薬だけに頼らないってことですね。そうです、はい、そして、はい、もう一つオリーブオイル、オリーブオイル、はい、これオリーブオイルっていうのは、うん、善玉コレステロール値を上げて悪玉コレステロール値を下げるっていう、はい、もう結果が出てますので、はい、普通のサラダオイル使ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、はい、オリーブオイルに変えていただきたいですね、はい、なるほど、やっぱりこっちの方がいいんですね。そうですね、酸化しないんですよオリーブオイル、うん、もうほとんど酸化しないです、うん、普通の油っていうのは体内でも酸化していくので、はい、この酸化したコレステロール、酸化した油っていうのがまた悪玉コレステロールに変わってしまうので、うん、この酸化をさせないという意味でオリーブオイルすごく大事なんですね、はい、ですから、まあ、最近価格も安くなってきてますので。そうですね、多くなってきましたよ ね、はい、ね今ね、うん、だからぜひまあ揚げ油にまで使えなくても、はい、炒め物はオリーブオイルとかにしていただきたい
なと思いますね。はい、はい、次の紙、はいはい、そして生物を多く、生物、はい、これは酵素、うん、生物っていうのはもう酵素が含まれてますけど、はい、肥料をかけた時点でもう酵素死んでしまうの で、うんうん、で人間の体の中でも2000種類以上の酵素が働いてて、はい、この酵素の働きを助けるためにビタミンとかミネラルとかを取っていくわけで、主体となって動いてくれるのは酵素なんですよ、ね、酵素、はい、で酵素はやっぱり生きてる食べ物から、生きてるというか生の食べ物からしかやっぱり取れないので、はい、生野菜とか果物とか、はい、あのお刺身とかそういったものを食べて、もう日頃ずっと考えてみたら加熱したものばっかり食べてるっていう方が多いと思うんですよね。そうですね、うん、だから生もの多くっていうのは大事です、はい、特にあの40歳以降の方、酵素、はい、体内で作り出されなくなってきますので、うん、もう口から入れていかないといけません。若い頃はまだ体が活性化してますので、はい、酵素もね、うん、作り出してもいるんですけど、はい、だんだん年齢とともに難しくなってきますので、はい、ぜひ生ものを取っていただきたいですね。はい、分かりました。 あとは普通に間食を減らすとか、はい、ね、あとお菓子類だったら果物に変えていくとか、はい、まあ、できればあのインスタント食品とかそういったものもできるだけ取らないように、うん、はい、大好きっていう人は回数を減らす、もう全部やめてっていうことは難しいと思うんですけど、やっぱり回数減らしてほしいですね。はい、はい、あとはまあアルコール取りすぎない、取りすぎない、まあ、あとちょっとでもいいから運動をしていただく、うん、ね、歩くだけでもいいし、まあ、なかなか難しいですよね、運動ってね、なんか日頃忙しいとなかなか時間が取れないとかってありますけど、時間取れないですよね。でもちょっとそこまで歩くってだけでも全然違います。そうですよ、うん、で会社の中でも階段使うとか、はい、もうまあ、まとめてコピー機が上にあったらまとめていこうと思うのをまめに取りたりとか、もう頻繁に、あ、また来たって言いながらやっていただくとかですね、うん、まあ、そういった感じで気をつけていただく、はい、あとは脂肪分余分に取らないってこと、はい、あの特にマーガリン、あ、マーガリンもそうですし、あとマヨネーズとか、ああいった、うん、気づかないうちに食べてるもの多いんですよ、ね、多いですね、うん、お菓子類もほとんど油脂が入ってるんですね。しかも結構入ってる、後から見て気づいてすごい多い、うん、多いですよね、入ってるよね、うん、お菓子特に、ね、怖いですよ、怖いですよね、後ろ見ちゃって、うん、あーと思いながら気をつけていただきたいと思います。はい、はい、そういう、まあ大体こんなとこなんですけど、はい、まあ、できるだけ何かしらですね気をつけていただきたいと思いますね。一気に全部変えることは難しくても、はい、少しずつですね、はい、できることをまずやっていこうってことですね、はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、いくつか駆け足で教えていただきました、はい、で一回聞いただけではやはりよくわからないと思いますので、はい、こちらの放送ですね、またうちのあちらの動画一覧からBMS ハーモニーの放送文をチェックしてみてください、うん、またうちのあちらのブログにも、この情報ですね書いておくそうなので、はい、そちらもご覧ください。はい、ご覧ください。はい、はい、そして、今日でうちのあちらの今年の放送が終わりですね。はい、はい、新年は1月5日の3時からということになっております。はい、5日はですねゲストにあの夢の家の宝きみこさんをお招きして放送いたします。はい、お楽しみに。はい、はい、ということで今日はあの、はい、トワイライトサンセットで、はい、おなじみのゆめこちゃんにお会いいただきました。ありがとうございました。それでは、はい、お年をお迎えください。はい、ありがとうございました。